どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はアメリカのエナジードリンクを紹介したいと思います。でこちらの方もキャンディーとコラボしたエナジードリンクです。それはこちらです。 C4 スケローズオリジナルの紹介です。アメリカのエナジードリンク C4、 缶のデザインがめちゃくちゃかっこいいです。でスキドルズとコラボしたそうです。スーパーヒューマンパフォーマンス、ナチュラルの味ですね。で横の方に C4 のことが書いてありますね。飲むとハイテンションになるみたいです。値段は$3.70、日本円で400円ぐらいです。スキトルズの味がたっぷり入ってるのを期待してます。こちらはゴーストと同じく色がクリアですね。スキトルズの香りもしないですね。いただきます。結構甘い味ですね。まあまあフルーティーで、スキトルズの味は少しだけします。飲み応えもいいし、甘い味が結構好き。そんなに悪くない。でもスキトルズの味がね、足りない。たっぷり入れてほしいです。少しだけ期待外れ でがっかりしますね。あと爽やか&さっぱりしますね。点数は75点にしたいと思います。美味しかったですけど、やっぱりスキドルズの味が足りなかったです。爽やかだしさっぱりする。で甘い味も良かったですけど、やっぱりスキドルズって書いてあるからちゃんと入れなきゃダメだよ。でもそれ以外は文句なしです。そんなに悪くないエナジードリンクでした。一番好きだったのは甘い味。具体的にどういう味か分かりませんけど、結構好きな味でした。こちらおすすめします。もし見たら買ってみてください。 C4 エナジースキドルズオリジナルの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。